私たちは氷砂糖を欲しいくらい持たないでも、きれいに透き通った風を食べ、桃色の美しい朝の日光を飲むことができます。また私は畑や森の中でひどいボロボロの着物が一番素晴らしいビロードやダシャや宝石入りの着物に変わっているのをたびたび見ました。私はそういう綺麗な食べ物や着物を好きです。これらの私のお話はみんな林や野原や鉄道線路やらで虹や月明かりからもらってきたのです。私は林の青い夕方を一人で通りかかったり、11月の山の風の中に震えながら立ったりしますと、もうどうしてもこんな気がして仕方ないのです。本当にもうどうしてもこんなことがあるようで仕方ないということ。私はその通り書いたまでです。ですから、これらの中にはあなたのためになるところもあるでしょうし、ただそれっきりのところもあるでしょうが、私にはその見分けがよくつきません。何のことだか、わけのわからないところもあるでしょうが、
そんなところは私にもまた訳がわからないのです。けれども私はこれらの小さな物語の幾切れかな、おしまい、あなたの透き通った本当の食べ物になることを、どんなに願うかわかりません。宮沢賢治。